いつもくだらない動画を上げてすいません。ミゲクレイ君、本当にありがとう。嬉しいです。今日使うのはこちら。はい、どうも、ともきんです。あと付け合わせに、鉄鍋餃子。こちら残り2本あるので、これをあげて、もう先ほどアップしたこちらもう解凍してあるんですね。はい、そしてご飯もしっかり炊けてますね。残り少ないんですよ。はい、これをあげる時間が残り少ないんですね。はい、これからあげていきたいと思います。さあ、どうなるのかね、これ。まあ、揚げたのも美味しいんですけど、パリ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 してね、美味しいんですけど、揚げるのに、このでかいフライパンでいいかな。よいしょ。このフライパンで、この、鉄鍋くんをですね、はい、鉄鍋ちゃんをですね、揚げていくのに、はい、こちらですね、キャノーラ油。コレステロールゼロというやつですね。さあ、ヒュッ、ゴー、レッツクッキング。油はどんなもんだ、そんなもんだ、まだ入れてね、こんなもんかな。あー、なんか多すぎる。これまた入れすぎじゃねえの、大丈夫かな。パチパチ言ってますよ、これ。うわ、危ない、死ぬぜ。死ぬ前に火傷するっていうパターンでございますね。はい、やけどしちゃえよ。無理。そんなやけどなんて無理。痛い。痛いですよね、やけどしたら。イヤッホー、油はあっちに行かせて。そして、ほら行け。よいしょ。ほら行け。そして、こうなっちゃうんですよね。よいしょ。ほら。いい音してるよ。パチンコラ。うわ、あっち。よいしょ。あっちよ。お前は。怖いな。これ温度がすげえよ、これ。よ、パッチン言いまくって、この野郎。怖えよ。うわー、超ビビりだよ、ほんと。うわ、これ。こんなんでビビりきゃいから、もう何もできねえよな、ほんと。超怖いんだけど。なんだ、一個だけ痛いのに、もっと痛いのには、なんだよ。きつね色になるまで。あげてやるぜ。さあ、行くぜ。プルいけ。うわー、怖い。なんだよ、これ。油少なかったかな。そんなことないよね。ちょっと怖いな。怖いなって何回言ってんだ、俺。ちょ、この辺、綺麗に上がったんじゃね。まだかな。色変わったかな。うわー、きつね色になった。このぐらいで、もう一回こっちに繰り返して、で、こっちは上手くなる。パリパリが極端にしたいんで、ちょっと怖いんですけど、ちょっと蓋を閉めて、ちょっと弱火にして、ちょっとすいません。箸映ってる？死ぬぜ。箸映ってるからって死ぬわけねえだろ。なあ、カメラが、セッティングができねえよ。なんなんだよ。もう、カメラちゃん、スタンバイしてんだからさ、ちょっと怖いの。ちょ、マジ怖いんだから、これ。チンチキチンチンチン。必殺、斜め撮り。上映っちゃけじゃねえかよ、これ。上じゃ意味ねえんだよ。なんだよ、ちょっと。これできねえ。ちょっとマジ、ちょっと、バックします。バックして、よいしょ。ピント調整ができねえのか、これ。なんだよ、このボロいカメラ。なんだよな、困っちゃうよ。とりあえず、いきますよ。こちら、かわいいでしょ、これ。ハートのグラス、かわいいよね。こんなのはどうでもいいんだ。これに水を入れて。さあ、行くぜよ。おう、やっほー、行くぜ。この中に水をぶち込んでやる。うわー、ぶち込む前になんか、うわ、すげえことになってる。ガー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 。ガー。怖い、もう水捨てる。怖い、もうやんね。パリンだって。やべ。パリン。
あー、超ビビりがもう、もういいよ、もういいよ、怖い、怖い、もうやだ、やだ、はい、もうやだ、はい、もう完成、もう完成、もういいよ、怖い、怖い、もういい、怖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 い、超ビビりだから俺。うわ、キッチンペーパー出すの忘れた。まあ、いいや、ここでいいや、まだ持って。うわ、これ。よいしょ。うわ、カリカリに上がりすぎじゃね？後ろだけ。まあ、いいや。ちょ、温度下がるまで、これで、いいとして。はい。こちら。こちらね。これに、ご飯をよそってまいりまーす。ポチー。よいしょ。痛いなー、もう。よいしょ。うわー、ごちそうだ。米少ねー。少なすぎですよね。さあ、入れよう。さあ、入れよう。さあ、さあ、さあ、さあ。ご飯少ねー。ご飯少ねー。ご飯ちょっと横っちょに寄せて、入れたいんだけど。うわ、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 うわ。こんなん。初めてや、こんな。潰して、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 茶碗の中でご飯を潰して、そして、はい、はい、見て見て見て、こんな感じ。ちょっと、大盛りに見えません？こっちから見ると。ほらほらほら。で、こっち見ると、こうやって隙間が空いてるんですね。ここに、さっき、揚げたこちらをですね、さあ、かっさばいてまいりますよ。かっさばいて、かっさばいて、ちょっとご飯を置いて、あっち！あっちいなぁ、オカマちゃん。まあ、暑いじゃねえかよ。オカマちゃん、すげえ暑いよ。そして、まだ板でございますね。はい、これを出して。あっちあっちいちいって熱くねえよ。ぬるぬる。はい、そして。サクサク、いいね。贅沢。一口大に切って。うわぁ。うわ、贅沢。中から油そう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 出てきた。あっち、うん、包丁研いだからな。切れ味抜群だぜ。うわーしゃー、なんで最後切れないんだよ。しゃー、これは後で洗います。こっちに置いて。うわー、ベタ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 だよ手が。よいしょ、手拭いて。よいしょと。さて、さっきの解凍したやつ、さあ、よいしょ、よし、山芋とおからちゃんのね、茎わかめが入ってるんですね。こちらをご飯にぶっかけ、ん？待って、餃子を揚げちゃったよな。まあいいや。意味ねえことしてね、まずいこと、まずいからこれ。いや、まあ、お皿一個で済むんでね。いいでしょ、もう。はい、ね、この野郎。出ちゃえよ、全部。もう。入って。一塊ドーン。はい。もういいや、ここで。餃子が入るところがない。なんだよ、ごめん。一つの丼で、贅沢に丼っていうか。うん。飾ろうと思ったのに。ちょっと贅沢。ほっ。どんな時も負けない。そう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 。乗って乗って。ちょっと押すよ。押して。あれ？なんだよ。そこら辺じゃねえよ。そうだよ。またベタベタになっちゃったよ。手を洗って。タオルで拭け拭け。はい、見て見て。面白い感じになりましたよ。ほら、ひとまとめ。こちらに、オクラと山芋、ヨナメコと茎わかめ、そして、揚げ、餃子でございます。一つがでっかい丼。なんかね、自分的にでっかい丼を作ってみたかったな、っていう感じですね。もう、だって、それしか、夢がないんですもん。さあ、味はお味がついていないのでこちらですね。めんつゆ3倍濃縮のやつがございます。それを大胆にまずキャップ1杯。お、これかけづらくね。マジックのか。そして山芋くんの方にもダバー。よし、これでいいでしょう。はい。はい、よいしょ。さあ、さあさあさあ。あとでこちらは片付けるんで。よし。
ね、使ったものは後で片付けるんで、よいしょ、消えます。よいしょ。見て、こんないい感じに仕上がりました。こんな感じ。いいよね、こんな感じ。どんな感じ？一つにまとめたって感じなんですけど、よいしょ。まとめたはいいけど、まとめたはいいんですけど、まあまとめたはいいんですけれど、はい。なテレビうるせえな。つけっぱなしだったっていうのを忘れてた。ね、これをこうすればいいか。よいしょ、こうすればいいか。はい。私が時間が止まりました。やっとこれ見てくださいね。綺麗じゃないんですけれども、ご飯が食えねえこれ。うわ、でっけ。芯の部分だけ。なめっこ。あん、おいしい。おいしいな。そしてこれ、パリッパリに揚げた餃子。ね、どうかねこの音。うん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 。あ、ライスが見える。だからこうやろう。うん。この野郎。あ、うんうん。贅沢だ。俺にとって贅沢だ今。うん。贅沢というか幸せな、あ、幸せ。うんうんうん。ネバネバちゃん。うんうん。美味しいね、やっぱり。これをどけて、そしてライス。うん。うん、うん。うん、うん。うまい。うん。うん。ね、餃子だけでもうまいのに。うん。いいよなこれ。うんうんうん。そしてネバネバちゃんをご飯に混ぜる。いいね。に似たような違う味が楽しめていいなこれ。2種類味が味わえるっていいよな。うん、一つの茶碗だけでこんなにかかるんだもんな。うん、オクラちゃんのこのね、ネバネバっとしたやつでね、ご飯もザラザラっと入るしね、ヘルシーだし。でも餃子入ってるからヘルシーじゃないか。うん、うまい。餃子なくなっちゃった。うん、うんうん、ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。